どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それではモンストガチャ引いていきたいと思います。はーい。はい、こちらも来ました。ハロウィン。ハロウィン可愛らしいのが、まあ、診断ハロウィン2019が、うん、伏せ姫、うん、アルファ。うわー、可愛いよねっていうのと、あと、ルイス・キャロルのアルファと、うん、で、あと、アリババのアルファ。うーん。3体来てますよっていうのが、まあ、今回のね、診断のキャラクター。はい、で、もう一個、去年のアルファの3体が、重心化しました。うん、で、受信化した時っていうか、去年の人たちが茨城童子のアルファ、うん、まあこれが受信化した姿ですね、うん、と、まあリボンのアルファ、うん、で、あとベートーベンの計、だからまあ6体っていうのかな。でそれぞれ提供割合が、まあここは 0.9、 うん、で、こっちもこっちはちょっとずれてるのか。あ、でもあれか。1.2% ずつとかになってるのか、んな、ん、まあなんかそんな感じのね。こっちの方が若干少ないのかな。そうなのかな。そうだね。きっと。っていうところで、どっち回そうかってところではあるんですよ。うん、で、まあ108やって、20連はできるんです。はいはい。で、すごい迷ったんですけど、うん、こっち行きます。はい。復刻の方。はい。僕、まあ、一体も持ってないんです。うん。まず。うん。っていうのと、まあね、このリボン、すごい可愛いなって思っているんですよ。はい。前も結構可愛かった、可愛かったけど、重心化の絵すごい可愛くない？うん。っていうのと、あと、ベートーベンもかっこいいし。かっこいいな。で、何よりね、こいつおかしいんすよ、うん。パワー型でさ、なんかさ、友情コピーできるのにさ、友情ブーストとか持っちゃってるから、うん、友情ブーストって 1.5 倍で友情コピーするんすよ、うん。だから、属性倍率が 1.33 倍とかなのかな、うん、だから、普通に、例えばルシファーが、友情を光属性のやつに当てたとき、の威力よりも、うん、こいつ水属性なのに、うん、そのコピーした友情の方が威力が高いっていう、なるほど、おかしなことが起きるキャラクターなんです。はい、で僕、茨城童子どっちも、アルファじゃない方も持ってなくて、うん、なぜか、うん、欲しい。ずっと茨城童子に嫌われてるんですけど、うん、今日こそは。今日こそは、と思って、うん、こっち。こっち行きます。うん、ってなわけで20連。はい。行くぞ。はい。うん、してくれ。頼む。ひげとか生えない。あ、もう一回言ってんとか。ダメっすか？ダメか？止まっ、あ、え？止まんなかったけど。止まんなかったし、全部持ってるけど、出すぎじゃない？すげえ。次だ。わ、すげえ神引きした気がする。うん。けど、そうじゃないぞ。うん。ちょっと、ボックス整理してきます。はい。はい、戻ってきました。はい。もう10連、行くぞ。うん。出ねえかなぁ。いや、出てほしい。来い。来い。もう一回来い。確定演出。確定演出。ちょっと、見て。確定演出。ない。何もない。けど、どうですか？一体ぐらい。ないかな？あ、止まって。あ、これは。まあ、そうか。いや。ちょっと、諦めきれないから、もう10連行って、
星玉行くわ、もう。うわ、星玉行く。うん、たまるはず。9だから、1個でも当た、2つ以上当たっちゃったら星玉にならないけど。じゃあ、うん、まあでも当たってるんだったらいいな。まあ行くよ。うん、よし。もう、爆死終わりはやだよ。そう言ってると爆死終わりやだよ。もう一回行って。もう一回行ってほしいな。しないっすかい。それは、望みすぎだわ。望みすぎ？止まってくんない？あ、おさあ。ん？ん？なんか、誰？こもりしてるよ。天使を。誰だい？進化前の姿って、ああ、でも、これ、ある意味、目論見通りですね。うん。ヒュクノス。ヒュクノス。最近のキャラでもないのか？どうなんだろう。これはちょっと成長したけど、さっきのどうなっちゃったの、うん、さっきのは。どうなっちゃったのこれ。なんだこれ。バクじゃないこれ。あ、バクだ。うわ、バクだ。ほんとだ。バクみたいなやつだ。牛じゃない。強いのかしら。どうなんだろう。よし。よし、これで。一体くらい。来てくれ。あ、何もない。いや、来る。来る。来るよ。来る。せーの。ん？綺麗。丸みたいな。清少納言。清少納言。綺麗。かわいい。はあ。いいじゃん。まあいいっすね。うん、初ゲットですよ。うん。いやー、そうか。来てはくれなかったか。ハロウィンキャラは。うん、まあしょうがないっすね。うん、またゆくゆくいつか出会えることを祈りましょう。うん、はい。じゃあ今度ここまでですね、最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、いいねいただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。